こんにちは、お肉です。今回はまたまたなんと2回のコラボをしていただきました、山口敦子ちゃんです。敦子です、よろしくお願いします。いや、お願いします。もう前回より全然緊張してないし、なんかいろいろ話をしてこの動画がね、あの動画を撮る前からね、いろいろね、おしゃべりして、かなりもう楽しいのでちょっと今回はもうお昼じゃないですか。でまだご飯も2人とも食べていないので、ご飯を食べてプラスでちょっといろいろね、前回よりお話ししていこうかなっていうふうに思うんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ということで、まずご飯からいきたいと思います。イエーイ。私が一番好きなサイダー知ってる？これいけますか？はい、大丈夫です。これ知ってる。なんかチルソンサイダーっていうサイダーでめっちゃ好きなので、これ置いてあって、ちょっとこれモザイクかけとか後でちょっと2つ見てもらって決めてほしいです。まず1つ目がこちら、激辛辛ラーメンです。辛ラーメンですか？辛ラーメンの激辛版。絶対辛い。辛ラーメンでも私ダメなんですけど。ダメなんかよ。ダメなんだけど、これの激辛が出た、えー、出たってかあんのかなので、買ってみようかなと思って、まずこれ一つ目ですね、はい、もう一つが、はい、もうこれはね、辛いの分かってるんですけど、フルダックボックンミョン。え、これ食べたことないんですよ。え、本当ですか？このシリーズっていうか全部、本当に私無理で、もうね、これは辛すぎる、さすがに。へー、どっちが辛いんだろう。こっちですよ、絶対。じゃあちょっとこっち食べてみたいな。なんかね、これ黄色いやつとかもあったりして、ね、食べたことないんですよね。え、なんもないですか？なんもない。その鳥は知ってるんだけど、見たことあるだけ。ということで、まず早速これを食べていきたいと思います。はい。ちょっとお湯を沸かしてる間に最初の質問一個したいんですけど、あの前回動画上げたじゃないですか。その時に家族の方が見てくださったって最初に言ってたと思うんですけど、なんか反応っていうか見てくださったとかってありますか？もう見私先にあの動画撮ること伝えてて、そうで、楽しみにしててねって言ったら、父からね、確かね、なんかメール届いたんだよ。見ました、見ましたじゃない、見たって言って、ええー、ちょっとね、めっちゃ喜んでたの覚えてる。はい、ちゃんと嬉しい。え、でもめちゃくちゃ良かったって言ってた。え、本当だ、めっちゃ嬉しい。見てて面白かった、楽しかったって言ってた。心配でしかなくて、心配だった。もう出るまで心配だった。心配だった。え、めっちゃ楽しみにしてた、出すまで。楽しみだったけど、めっちゃ緊張して、もうやばかったです。なんかどんな反応をもらうんだろうなとか。でもみんなめっちゃ優しかったですよね。めちゃくちゃコメントありがとうございます。全部見ました、全部いいねつけた全部いいね。めっちゃみんな優しすぎて、めっちゃ優しかった、ありがとうございます。もうそのおかげで今こうやってまた2回目実現して嬉しい。そうなんですよ、ね、やばい。まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないですよね。経ってないですね、なのにやった。いや、本当に会いたい、めっちゃてか、なんか本当に、まあ、こんなこと言ったら超おこがましいんですけど、なんか本当に友達な感じで接してくれるっていうか、友達だと思っていいですか？いや、私はもう友達だと思ってます。本当、うん、なんか一番、私今までで一番笑顔だったって書かれた。どんだけ笑ってないですか？普段笑ってないから、全然笑ってないです、普段。そうです、多分普段を出す時がなかったんじゃないですか？なんか、え、あっちゃんだから、ありがとうございます。いやいや、一人でね、喋るとね、やっぱ喋んなきゃっていうところが先に来ちゃうから、ちょっと待ってね、今探してる。全然そう、お父さんとのやり取りで、お肉さんお肉さんって書かれてるじゃないですか。検索してくるって、検索したら出てきて嬉しい。で、よく見たらこれ違ってて、あ、父の日で、お肉をプレゼントされてたから。それ私じゃなかった。お肉さんって言って、え、お肉さん今日いただきましたって書いてあった。何だろうと思った肉だった。普通の肉、もうお肉のことお肉さんって呼んでるじゃん。かわいすぎるんだけど。なんか一回あの映ってたじゃないですか、お父さんとお母さん。お父さん陽気すぎません？なんか頑張れみたいな、虹風呂の。お父さんは真面目なんですよ。そうなんです。そう、もうなんか本当に私と妹に出来合いみたいな。そうそう、だろうなって感じた。めっちゃ、あ、でもこれだ。母からはお肉さんとコラボできたんだねって言って、お肉さんの YouTube で知ったよって、私の YouTube で知ってるんだけど。ね、えらく喜んだったね、実現したねって。かわいい、よかったって。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。タクシーで来て
った時に、ヨギボーのまこちゃんバージョン流れて、おいやもう奇跡だなと思って。いつも流れてますよね。流れてる、流れてますよね。めっちゃ流れてる。あれってなんか判断するんでしょ。え、そうなんですか。人の年齢層みたいなのを AI でキャッチして、その人に合わせたやつをするらしい。バレちゃった。多分バレちゃってる。あ、そうなんだ。そう、同じですね。多分すごく流れる。え、めっちゃびっくりした。うわやばいや、食べれるのすごい。絶対無理だ、私。多分一口で無理。ヨーグルトとかアイスとかあればよかったですね。いや、やった方がよかった。大丈夫ですか。なんかしかもちょっと1個言いたいのが、お口直し持ってこようと思って、見て、激辛のお菓子持ってきちゃった。プルダック激辛スパイシーチキン味のめっちゃ美味しそう。お菓子持ってきちゃって、え、美味しそうだけど火を吹くほど辛いって書いてあるから、これも置いとこう。やばいですよね。見えるとこに置いとこう。沸きましたね。お湯が沸きました。いや、なんか前回と比べてな、気楽で、うん、めっちゃ気楽で、そう、しかもこの初スタジオにもお邪魔させていただいて、初スタジオで、あとね、いろいろあるんでお願いしたいことがあるんですよ。何ですか、何ですか、何ですか。TikTok ですか。違います。 TikTok じゃなくて、今回はお肉さんが韓国のファーストスプーンをね、そう、なんか新大久保のスーパーに行ったんですけど、そしたら売ってて、すごいと思って、めっちゃ料理屋さんっぽいなっていう。ね、乾杯しましょう。すごい。乾杯。乾杯です。いただきます。美味しい。このサイダーが好きすぎて、アマゾンとかで一箱で買ったりとか、なんか韓国に来た気分になれるんですよ、これ、うん、なんかあるだけで。確かに。めっちゃ韓国だと思えるから。だからここだけ見たら韓国だよね。いや本当に。すごい。前回好きになったけど、今日は激辛だからな。うわ。辛そう。うわ、黒くないですか。だって黒い。やばいこれ。この色。やばい。まあやばい。ちょっと待って、ザラザラ麺みたいな。こっちの方が辛かった気がする。匂い嗅いでもいいですか。いや、なんかこっちはやばい匂いする。うそー、辛い、激辛の匂いだけど。食べますか。はい。ちょっと私の方が多分辛くないと思うから、私からいきますね。それもだって色やばすぎるし、なんかまずスープじゃないしみたいな。確かにスープじゃないのは辛そうだけど、こう、ちょっといただきます。ちょっとなんか動画続けれるかな。辛いけど、意外にいけるかも。え、意外にお肉さん食べれるのかもしれないね、辛いの。いやでも辛い、辛い、めっちゃ辛いけど、一口ならいけるかも。一口ならいける。ちょっといっぱいは無理かも。そっちやばそう。ちょっとそっちでも時間差ですよ。なんか甘い香りはするけど、おかしい。それでも甘がおかしいです。結構いく、結構。ん、美味しい。本当に本当に言ってます。うん、辛い。え、辛くない。汗出てくる。汗が、あの、鼻からじわっと汗出てきますね。え、辛いですか。いやでも美味しい。やばすぎ。食べれる、なんか食べれる辛さ。辛いけど美味しい。ということで、ちょっとなんか食べつつ、うん、ちょっとね、あんま喋れないですよね。やばかった、意外にやばかった。質問が終わるまでに食べたい、これ全部。あー、じゃあ私もそれ食べつつみたいな感じで、はい、じゃあ軽いのからいきますね。サクッと行えるようなものが、はい、毎日欠かさずやってること、例えばもうこれ私から全部答えたいんですけど、なんかえ、待って。私は毎日動画編集と撮影を一応多分やってるから、それがルーティーンなのと、意外に難しいけど、猫のお世話を毎日3匹4匹いるので。3匹もいるんですか。そうなんですよ。いるから、なんかみんなのご飯あげたりとか、日中家に入れるから、みんな働いてるんですけど、家族は、私は家でその猫のお世話をしてます。ご飯をあげて。あんまり自分の中でめっちゃやってることはないですね。あ、そうなの。はい、ありますか、逆に。自分朝めちゃくちゃむくむんですよ、顔が。めちゃくちゃむくむから、あれをやってる。ドンキで買ったんですけど、耳にゴムみたいな。ちょっと見せますね。だからルーティンっていうか、本当に朝めちゃくちゃ顔がむくむんですよ。今日もやってきたんですけど。え、なんだこれ。ドンキに売ってあって、骨骨じゃない形してる。これゴム、ゴム、なんていう、なんか、そう、これを耳に挟むんですよ。はいはいはい、こうやって。そしたら、なんかここのむくみとかが多分取れる気がして。
気休め気休め朝起きて必ずこれをずっとつけて出発する。だからそんなちっちゃいカバンにも入ってるっていうぐらいもうめっちゃ常備してる。そう。なんかイメージだとスタイルがいいからなんか体を鍛えたりとか毎日してるのかなってイメージがあるんですけど。ここ2、3ヶ月はちょっとジムにも行けてなくて。でも意外です。なんかめっちゃ。そう。だから最近はでも鏡を見る。体重はそんな測らないんですけど、鏡を見て状態を維持するじゃないけど、体の変化気づくみたいな。そうですそうです。こう正面横って言って。さすがすぎます。はい。次行ってもいいですか。はい。次はお仕事で一番辛かったことと嬉しかったこと。じゃあ答えますね。兄弟喧嘩ってしますか。先に。あ、違う。